動画、謝罪の仕方がデッドプールらしい。ベッカムは許すのか。特別動画公開。デビッド・ベッカムの次男がイケメン。デビッド・ベッカムがハリウッド本格進出。デッドプール、X メン。とのコラボは、ティム・ミラー監督に聞く。マーベルが日本向けアニメを制作する狙いとは、何がかっこよく見えるか。で、日米に違いも5メートルのアイアンマンがお出迎え。マーベル展。